スです。みんな元気ですか？今日はお家で一緒に打楽器で遊ぼうということで、バースと一緒に遊びましょう。打楽器ってタンバリンやカスタネット、小太鼓などみんなが知ってる楽器もたくさんあるんだけど、楽器がなくても音楽ができるんだよ。ということで聞いてください。机でポン。どうだったかな？楽しかったかな？今度はみんなのお家にある打楽器を探してみよう。打楽器って叩いたり、振ったり、こすったり、いろんな演奏方法があるんだよ。みんなもお家にある打楽器探してみてね。バースのみんなのお家にはどんな打楽器があるか覗いてみよう。まずはちーちゃーん。はーい。では私はキッチンにあるこのザルと泡立て器を使って音を出してみたいと思います。ね、いい音がするでしょ。続いてはみさこちゃん。はーい。みーちゃんはアウトドアが好きなので、物置の中にあるこれ、アウトドア用のタンク。いい音出してねっていうことで、続いてはブーちゃん。はーい。大好物のそうめんを食べてます。じゃあいただきます。うん、最高ですね。これこれ。はい、ありがとうございます。あれ、いい音がするよ。あ、はい、皆様こんにちは。ということで、今からはですね、このカンカンを使ってですね、カンカンアゴゴを作っていきたいと思います。イエイ。ということで、カンカンアゴゴとはこれなんでございますが、アゴゴとは何かと思った、そこの君。
これあここ見たことある見たことありますかこれ、ね、叩くとこんな音よ。はい、よっとさあこれを早速作っていきたいと思います。それでは今から皆さんに用意していただくものを紹介していきたいと思います。空き缶2つ、スチール缶の方がいいです。アルミ缶はダメですよ。で、大きさが違う方が音が違うので、ね、叩いた時にいいと思います。そして割り箸2つ、2本、ね、そしてペットボトルの蓋、そしてビニールテープ、何をそしてビニールテープを切る。あー、以上。はい、それでは早速作っていきたいと思います。片方の空き缶の底を上にして割り箸を1本巻いていきます。もう一周ね、上と下とで止めるといいかもね。黄色いカンカンに黄色いテープということで、今の巻いたやつがこちらでございます。そして次にもう一個のカンカンね、これも底を上にして割り箸を挟むようにしてこう重ねます。それでその2つのカンカンをまた止めていきたいと思います。これね、誰かに手伝ってもらうといいかもね。こんな感じかな。これも下も止めるといいかもね。チョキッと、はい、こんな感じ。はい、ということで2つでくっつけたやつがこういう感じになります。それをですね、こうやってね、シール貼ったり、ね、こっち側こうやって紙貼ってやってるダボールみたいなね、こんなんでもいいし、こういう色紙を貼ってみたり、マスキングテープでいろいろしてみたり、まあ、ビニールテープでいろいろな色でやってみたりすると可愛くなったりするんじゃないかなと思います。じゃん。はい、それでは最後にね、カンカンゴゴをたたくバチを作っていきたいと思います。それ割り箸にペットボトルの蓋をくっつけるんですが、これ太い方がいいと思います、割り箸のね。それにこうやってもうこれをもう単純にこうくる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 っと巻いていっていただければね、これ別に叩く位置がビニールテープになっても全然音は変わりませんのでね、そんな神経質にならなくても大丈夫ですよ。ここまでできましたか。で、叩いてみます。で、音程差がもし右と左同じだったら、高くしたい方を、ね、叩いたりすると音が高くなるので、それで音程差をつけてみてください。これね、すごいいいやつですよ。ということで、これで完成、出来上がり。パフ。わあ、とってもかっこいいカンカンアドゴができたね。じゃあ最後はみんなでバースと一緒に演奏しよう。私のリズムは真似っこしてみてね。いくよ。はい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 。
してみるよ。ついてこれるかな。行くよ。はい。Whoa.